チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。面白いですはい、今回はね、特別編ということでね、コー&チェリーチャンネルと、コズの趣味部屋両方でアップさせていただきます。なぜなら両方関連があるからですね。はい、ということでね、こちらをお見せしましょう。じゃん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 じゃじゃんとね、はい、トヨタ 3000GT スープラターボ A、こちらはね、プラモデルになります。はい、いやこれね、結構もう昔の車なのにね、ラインナップであったんでね、プラモデルで、ちょっと量販店行ってあったんで買ってきちゃいました。はい、でね、やっぱりこれを買ったからには、自分が乗っていた時のカラーリングを再現しようと思って、いざね、ちょっとカラースプレーで吹き付けて完成させました。はい、それをね、お見せしようかと思います。はい、こちら。はい、じゃじゃんということでね、いやどうですかこれ。カラーリングはね、元のライトブルーですね。はい、ホイールはね、何のホイール履いてたかっていうのがね、忘れちゃったんで、まあ、適当な、専用のホイールはね、つけました。はい、同梱してたホイールはね、ただの黒っぽい安っちいやつだったんでね、ホイールだけは、別売りで買いました。はい、いやーまあね、ガンプラとかと違ってね、組み立てはほんと簡単でしたね。パーツが少ないっつうのもあるし、いやーこれはね、でもね、これ接着剤とかね使う場面とかが結構あってね、ガンプラはねもうほぼほぼ接着剤使わないでパチ組みでいけるんですけど、久しぶりに接着剤使って組み立てましたね。もうミラーとかはもう完全接着剤じゃないとつかないみたいな。はい、いやーまあでもね、結構むずい、いろんな広い意味でむずかったな、組み立てるの。いやーこうちょうどあの写真と同じような角度だとこんくらいかな。ゼッケンがねつけれたらいいんですけど、あまりにもねモデルがちっちゃいんでね。いやーこれは結構どうですかね、一応ね、横のドアのあのね、窓がね最初からついてないんですよねこれ。なのでまあ多分ドア開きっぱという設定でやってますけどね。うおー、この角度。いやーまあね、こう横から見るとこういう感じですね。まあ、一応車内もね、こういう感じで、まあ見えますかね。一応ねメーターとかもつけてるんだけど見づらいかな。でね、当時流行ってたのは、後ろのね、リアガラスにこうステッカーをねいっぱいバシバシ貼るっていうのが流行ってたんで、ちょっとね付属しているステッカーをバシバシ貼ってみましたね。当時の自分の車はもっとねいっぱいチーム名
が入ったねステッカーを貼ってましたね。まあそのチームのステッカーがどんだけ貼ってあるかでね、この車速えなっていう、強えなみたいな感じでね、思ってたんでね、いっぱい貼ってありましたね、リアガラス。後ろが見えないぐらい。まあ今ね、このプラモデルだとある意味後ろが見えないような曇った状態になってますけどね。なんかね、いろいろやってたらね、すっげえ汚くなっちゃう。いやー、汚ねえな。もうね、ここまでやっちゃったらもうね、どうでもいいやっていう気になっちゃってね。もう、このまんまでいいやってね。なんか後ろすっげえ汚ねえな。すげえ汚く作っちゃったな。まあ、いっか。いや、自分の予想とはね、ちょっと違ったな。もっとこう、かっこよく作れたはずなんだけどな。ガンプラの方が簡単な気がするな。いやー、まあでも、まあ前から見たらね、かっこいいんじゃないでしょうか。うん。まあこういう感じでね、まあ前の車のね、今画像が出ているとは思うんですけどね、うん、まあ、もっとねこうジオラマ風にもしたかったんですけどね、うん、アスファルトを作ってね、あれはレース会場で撮った写真なんでね、うん、いやーまあね、今回は本当特別編ということでね、ちょっと思わず懐かしくてね、うん、ちょっとなんかこういうミニカー欲しいなと思ってね、そしたらまあちょうどいいプラモデルがあったんでね、買ったということで、組み立ててみました。はい、そんな動画ですね。まあね、ちょっとね、まあ動画上げなくてもよかったかな。はい、ということでね、今回は2チャンネル同時放送ということで、終わらせていただきたいと思います。ではね、チャンネル登録とね、あとね、いいねボタン押してくださいね。はい。そうすれば動画のスピードも上がるんでね、はい。ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。